スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。ニュースポーティファイ。皆さんこんにちは。ニュースポ代表の小沢健人です。アシスタントのラジオ DJ 山影です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、番組説明いきます。この番組はですね、さまざまなジャンルのアスリートをゲストに迎えして、そのアスリートを通して社会のさまざまな課題を3つのワードに沿って考えていくプログラムです。1スポーツビジネス、2スポーツテクノロジー、3セカンドキャリア、この3つのワードを軸にお送りしていきます。今回のゲストアスリートですが、プロサッカー選手です。浅川隼人選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうですか、浅川選手。はい、皆さんこんばんこんにちは、浅川隼人です。今大卒5年目になる年なんですけど、まあ、J リーガーを4年間やって、今年から奈良クラブに、 JFL の奈良クラブに移籍することが決まりました。その選手やってる傍ら、会社を持ってたりとか工事を持ってたりとかっていう感じでいろいろやってるので、はい、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いいたします。若いんですよね。じゃあちょっと浅川選手のプロフィールご紹介していきますね。はい、ジェフユナイテッド千葉のアカデミー出身ということですね。八千代高校出身です。桐蔭横浜大学へ進学、2018年より YSCC 横浜へ加入、1年目は公式選手ではなかったが、監督交代を機に2年目には主力となり、32試合13得点結果を残しました。2019年12月12日ロアッソ熊本への完全移籍、ピッチ外でもレンタル J リーガー、面白いですね、レンタル J リーガー、セブ島ボランティアサッカー教室、何ですかこれ、オンラインサロン解説、アスリート食堂、これチャブ台って言うんですね、はい、のオーナー、早くドリームプロジェクトなど、さまざまなプロジェクトを企画してアクティブに活動しています。はい、いろいろ聞いていきましょうですね。まずじゃあ奈良に移籍が、ね、決まったということですけども、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。決まったはいいですけど、僕も意外とこの期間って知らないことが多いんですけど、どういうことが行われたりとか、はいはい、どういう心境で待っててこう決まるんですか。基本的に、シーズンが終わってから、まあ、選手のこう移籍市場が動き出すっていう形なので、まあ、今年でいうと12月後に終わってからもう移籍をどうするかみたいなのがあって、まあ、その1週間後ぐらいにトライアウトっていうのが あるんですけど、そこで選手たち、まあ、満了になった選手たちがそこに集まってプレーをして、そこでまた、まあ、引き抜きがあったりみたいなので、本当1ヶ月弱ぐらいで選手のその次の年の人生がガラッと変わるようになってるので、まあ、不安がある選手たちもいますし、まあ、僕自身もいろいろと年末年始考えることがあって、最終的に奈良クラブに決断したっていう感じですね。まあ、浅川くんあれですよね、所属してた前所属のロアッソ熊本が J3 から J2 に昇格が決まったんですね。はい、なんでまあそのままチームに残っていたら、こう今度次の年は J2 で J2 の選手として戦っていくっていう状況だったんですけど、はい、結構急な通知があったっていうふうに小耳に挟んだんですけど、そうです、そうです。いやもうジェットコースターかと思って、本当に前日優勝して次の日に、まあ、満了っていう通知が来てみたいなので、まあ、本当はシーズン前、シーズン終わる前とかに大体その順位とかが決まっていれば、その時にじゃあ来年更新なのかどうかみたいな話があるので、心の準備とかもその間にしてったりもするんですけど、もう本当に最終節で昇格するのかどうなのかっていうところまでもつれ込んでたので、そこまで誰にも発表せずっていう感じだったんで、もう次の日の面談で言われるっていう感じだったんで、もう一日で。じゃあ全選手そうだったんですね。浅川くんだけ秘密にされてたとか、ね、違います、違います。全選手いきなりだったんですね。そうです、そうです。いやもう心境の変化半端ないよね。だってね、前日優勝して昇格してみんなでうえーって言ってて、ね、まさかまあ自分が満了になって移籍するなんて思わない中、はい、次の日にね通達されて。そこから1週間後にじゃあトライアウト受けてみたいなね、はい、状況 で本当にまあ次の、ね、チーム決まったらもうここ最近だったの で、はい、まあ、年末年始はもうねのんきに紅白とか見てる場合じゃなかったでしょ。いや本当にもうずっとざわざわしてましたね、心の中は。
準備もしていかないといけない。大体まあサッカー選手ってまあその12月にまあシーズン頭ぐらいに終わって、まあ大体まあみんなその年内には移籍する選手とかはまあチームが決まって、なんとなくこう落ち着いた心境で年末を迎えて、年始にこう、まあ挑むというか。で、早いチームってもう十何日ぐらいからキャンプイン始まったりとかもするんで、要はもう1月の10日ぐらいからキャンプ地に行くみたいな感じなんで、うん。で、ね、それで移籍とかってあったら、それこそ引っ越ししないといけなかったりとか、なんかその年をまたいでチームを決めるってもうめちゃめちゃバタバタするんですよ。で、今そのめちゃめちゃバタバタしてる人を今日ゲストに迎えてる状況なんで、そのリアルを、今だから浅川君が今日現在どこにいるかとか僕把握しきれないですか？そうなんですね。実際どこにいるんですか今？3日前まで千葉にいて、で、2日前に、熊本に来て、それが朝方だったんですけど、車で自走できました。で、その夜に奈良に出発して、次の日で、1日で奈良の物件決めて、次の日に熊本にまた帰ってきて、で、今熊本って感じです。走行距離がとんでもない。忙しい、半端ないですね。半端ないですね。心ざわついて、なんか急転直下って、降下っていうんですか、はい、カーッと下がって、また、はい、奈良に決まって、OK ってなったけど、また熊本戻ってきて、なんか、はい、もうなんか、気持ちの整理がつかないですね。整理がつかないですね。はい。一番ホットかもしれないです。まあでもね、彼の場合はもうミスターポジティブなんで、はい、ね、契約満了になろうがどうなろうが、もう全てを前向きに考える男なんで、で、今回のね、まあその奈良クラブへの移籍、まあ JFL っていうカテゴリーなんで、まあ彼がやってたその J3 っていうカテゴリーからさらにまあ一つ下の、まあ上から数えると4部のリーグに値するところを、まあ彼は選んだ。けど、まあ、その辺のね、こう決断した、まあ、背景なんかもね、今日せっかくなんで聞けたらなとは思ってたんですけど。はい。あ、そうですね。まあ、単純に言うと、一番、多分難しい選択。だからこそ逆にワクワクしたっていうところを選びました。なんで、多分一番困難で、うん、茨の道っていうところは分かっていても、そこが多分一番僕の中で、心がざわついたというか、ワクワクしたので選んだっていうのが。いやいや、一回ざわついて、大変なことになってるのに、またざわつくっていう、その。いや、なんか本当にちなみに他のチームの選択肢とかはどうだった？ありました。あったんですけど。なんならその奈良クラブよりもいいチーム、はい、いい条件っていうのもあった。はい、あったんですけど、なんか僕自身、まあこう、J リーガーで4年間やってきて、もともとは、まあ、夢があって、その夢を実現するために J リーガーになんなきゃいけないっていう、その J リーガーを手段として捉えて、まあ、J リーガーになったんですけど、なったはいいものの4年間やってみて、いいところもあれば悪いところも、悪いところというか、まだまだ改善が、伸びしろがあるところを見つかって、で、そうなった時に、じゃあ今4年間やってきた J リーガーってなった時に、じゃあ他のチーム移籍しますっていうところも、これって J リーガーじゃないといけないのかなっていうところに、僕自身が答えを最終的に出せなかったっていうのが結構大きくて、要はこれ J リーガーじゃなくてもいけるんじゃないというか、なんていうんですかね、こうもちろんすごい僕自身 J リーグって特別な場所でしたし、すごい良かったですけど、もしじゃあ仮にこれをじゃあカテゴリーを下げるっていう選択をするときに、いや、なんか僕自身が、いや、なんかプライドで J リーガーをこう保持するとか、あとは、まあ、例えば、周りからのこう見られ方、J リーガーだよねっていうところで、その J リーガーに残りたいっていう選択だったら、ちょっと僕自身あんま納得いってないなっていうところがあって、だからこそ、まあ、一回、まあ、カテゴリーを落としても、まあ、奈良って、まあ、なぜ奈良に行ったかっていうところも、まあ、県にまだ J リーグがないんですよね。J クラブが。で、チームとしても、本当面白い取り組みをして、社長さんとかも、一緒にプロジェクトをやってくれっていうところで、まず最初に説得されて、サッカー選手以前に。本当にそこのグラウンドを来年作るっていうところがあって、で、そこに子供食堂とか、いろんな施設を作って、本当に地域にスポーツを落とし込むみたいなところでやっていくプロジェクトを、まずは一緒にやってほしいと。そういった中で、選手としてもこれだけの評価っていうのを監督に言ってもらってっていうところで、まあ、両方も評価してもらいましたし、これが実際に J クラブに上がった時に、
あの本当にこうロールモデルとなるようなクラブになるんじゃないかなっていうところはあって、だからこそチームもそうですし、僕個人としてもそういったロールモデルになるような選手プラス、まあ、チームであってっていうところで、まあ、すごいいいチャレンジなんじゃないかなと。カテゴリー1個上げるっていうのもチャレンジかもしれないですけど、自分の力でまた昇格をさせる、そしてロールモデルとしてチームとしても個人としても活動でき、まあ、こう活躍するっていうところを、まあ、こう表現するっていうのはすごい面白いなっていうところで一番心が躍って、でそういう選択に至りました。一番初めにね、スポーツビジネスっていうのを下りで聞かなきゃいけないんですけど、はいはい、なんかスポーツビジネスって聞くのがなんか恥ずかしいというか、もう人間として生きてる感がありました。そうですね、なんか、うん、本当に、まあ、今までのいろんな活動をやってきて、まあ、すごいこういったものはまあこう肌で感じてきた部分で、やっぱこう自分としてのその存在価値というか、そういう価値っていうところで、まあ、それこそまあビジネスもできたりとかもそうですし、その中でかけるスポーツって本当に、まあ、最初から応援してもらえるようなところは多分前提としてあって、あとはステークホルダーとかもたくさんこう周りにつけられるっていうところもあって、実際にまあもしかしたら後で話すかもしれないですけど、選手権営業とかもやった時にチームの方の営業担当が行っても全然こう営業担当の人しか出てこないけど、選手が行くとやっぱ社長さんに案内されてっていうところになって、やっぱそもそもやっぱ選手っていうところにまあ価値ありますけど、やっぱ人としてのこう価値っていうものを高めていくことによって、まあ、いろんな仕事だったりとかビジネスもそうですし、応援される魅力みたいなのもまあこう作れるんじゃないかなっていうところで、僕はどっちかっていうとこう、まあ、浅川隼人っていうところを、まあ、どれだけ高められるかどうかみたいなところを考えて、それをじゃあいかに例えばビジネスに落とし込むのかとか、選手として落とし込むのかとか、そういったいろんな手段使っていきたいっていうふうに思ってます。これもスポーツビジネスのテーマにそのまま入っちゃいましょうか。はいはい、そうですね、もう来ていますね。はい、はい、来てますんで。そのじゃあ手段っていうのを聞きたいんです。どういう手段をお持ちで、どういうふうに繰り広げてるんですか。はいはい、そもそもこのサッカー選手っていうのもそもそも僕にとっては手段の一つで、今は夢があって、夢を追い続けられる環境を作るっていうのが僕の中の夢なんですよね。でさっきあのセブ島ボランティア教室っていうところでご紹介いただいたんですけど、3年前の夏に、セブにボランティアでサッカー教室をしに行きますと。でそこでクラウドファンディングを立ち上げて、本当無名の選手80万弱ぐらい集めてで行って、で本当は子供たちに夢とか希望を与えたいっていう思いでサッカー選手になって、もうそれはもう日本のみならず世界中でっていうのでセブに行ったんですけど、どうやら向こうの子供たちで夢はって聞いてもやっぱ答えられる子供たち本当にいなかったっていうところもあって、じゃあそういう夢を持っていけるような環境っていうものがまず作れればっていうのだったりとか、なんか与えたいってすごいおこがましいなというか、そういうのに気づいて、じゃあそういったなんか夢を持ってる人たちのサポートができればいいなっていうのが僕の中の夢で、でそれを実現するために、じゃあ例えばサッカー選手であれば、まあ、プレーをして子供たちに夢を持ってもらうきっかけを作るだったりとか、まあ、そういうことで表現をしますし、じゃあ株式会社を持ってたりもするんですけど、その中でさっきおっしゃっていただいた食堂とかそういったところで、まあ、去年から実際に熊本ではオープンはしていたんですけど、その食堂では本当にファンの方たちもそうですし、地域の近くの人とかも来たりとかして、でそこに選手がいるっていうところで、まあ、選手に、まあ、こう会えて直接話せて、で実際にこうプロっていうところを肌身で感じてもらって、まあ、子どもたちであれば夢を持ってもらったりとか応援してもらったりとかっていうところにもなりましたし、まあ、実際に食を、まあ、こう通じてパフォーマンスが上がったっていう選手がいて、でそういった選手が本当に自分の夢実現に向かっていって、まあ、食をこうまたパフォーマンスに変えてっていうところで夢をこう叶えるというか、またカテゴリー上がった選手もいますし、なんかそういった手伝いもできたなっていうところもありますし、あとは法人も去年の8月に立ち上げたんですけど、そこではスパイクをファンに直接応援していただけるっていうところの仕組みを作って、スキームを作って、今はもう本当にメーカーさんに切られてる選手たちがすごいいて、僕自身も2年3年前までアマチュア選手だったので、まあ、年俸が0円なんですよね。ってなった時にスパイクすら買えない選手たちが僕の周りにたくさんいたんですよね。で、まあ、実際に、まあ、YSCC というところに、まあ、入れるレベルはあるけどお金がもらえないからって言って諦める選手たちもたくさんいたので、まあ、そういったまあスパイク事情だったりとか、あとは自分の価値を使って何か仕事をすることによって
0円だけどお金が生み出せることとか、じゃあそういうふうに応援してもらえてスパイクが応援してもらえること、そういうのでなんか選手がじゃあ他のものにお金を使えるようになったりとか、自分の価値を使って仕事を使して、でサッカー好きなサッカーを0円でも続けられることができたりとみたいな夢のサポートができればっていういろんなこう手段を持っているっていう感じですかね。まあ、かなり彼のこの J リーガーサッカー選手としてのあり方ってもうめちゃめちゃレアなんで、普段こう山影さんからしたらね、J リーガーとかのお話聞く機会ないと、これをスタンダードだと思うと、多分に日本で1人か2人か1人ぐらいの考え方なんで。確かに。すごい。これ、僕から言うのも変ですけども、普通の J リーガーの人と喋るよりも、申し訳ないですけど、100万倍面白そうですね。ありがとうございます。なんか、なんていうか、ちゃんと、これって中田選手がやったら、はい、なんかこう酒をプロデュースとかっていうのは、はいはいはい、一流プロデュースになったら分かりますけど、申し訳ないから一浅川さんっていう人がやっている、まだ有名じゃない、はい、申し訳ないけど方がやっていることがもう数万倍にも広がるものじゃないですか、はい、アイディアだけで、はい、うん、このやり方ってなんかこうすごいですね。なんか、なんだろうこれ。どうやって言ったら表現したのか分かんないぐらい面白い。いや、すごいありがたいですし、僕は逆にそこが勝ち目だと思ってて、例えば、カズさんとかが、まあ、もう本当 J リーガーでナンバーワンだと思いますけど、うん、もうどんだけ J リーガー頑張ってもカズさん超えられないと思うんですよ。ナンバー2にしかなれないってなった時に、うん、どうやってカズさんと肩を並べられるかってなった時に、多分他のところでチャレンジしていかないと、というか、唯一無二の選手像として作っていかないといけないっていうのもありますし、じゃあ僕自身本当にアマチュア選手で1年目先ほど、紹介ありましたけど1試合も出れなかったっていう経験がありますと。で今は、まあ、J リーガーで4年間やって2年連続2桁とか取って結果を出したものの1個カテゴリーを下げるというところで、ってなると僕自身は夢の裾野を広げてると思ってるんですよね。例えば一流選手がこんなことをやっても多分最初すごい認知度だったりとかすごいまあ、発信力とかもあると思うんですけど、でも言うてもあの人だからできたんでしょって言われて多分終わりだと思うんですよね。だから今言っていただいたような本当に有名じゃない選手が本当に小さいところからコツコツ積み上げてこういう風になりましたっていう成功例を一つ作ってしまえば、あ、俺もできるかもしれないみたいな夢の裾野って間違いなく広がると思うんですよね。それが僕が言ったさっき夢を追い続けられる環境っていうところの一つのキーワードにもなるんじゃないかなっていうふうには思っていて、誰でもそういうふうに、まあ、例えば0円でもお金を作り出すことが自分の価値を使ってできたり、それが選手っていうところであればなおさら掛け算としていいですしっていうところで表現できたりもそうですし、他のところでもいろいろと僕がやってることっていうのは多分誰でも転用可能だよねっていうところは僕自身今表現しているところなんで、そこが僕っていう商品の一番の売りなんじゃないかなっては僕自身思ってますけどね。浅川さんって、はい、どこなんか特別な学校とか行ってたんじゃないですか？はい、高校大学でそのまま部活をずっとやってました。もっと言うとどういう育ち方をしたのかと思ってなんか話めちゃめちゃ広がるちょっとごめん、あと一応テーマがもう通ってくるもう何かに待ってるんですけどあるんで、普通の家庭に生まれてるんですか？普通、本当普通の家庭です。全然、まあ、すごい裕福でもないですし、まあ、すごい貧しいってわけではないんですけど、まあ、一般的な本当にごくごく普通な家庭ですね。ただ、まあ、父親がまあ、一応建具屋をやっててっていうので、おじいさんが一代目なんですけど先代がいてっていうので、でまあ多分その辺くらいで多分自分でやるみたいなところはもしかしたらそういうおじいちゃんの血を継いでたりもするのかもしれないですけど、まあ言うて家庭でなんか教育があったかっていうわけでもないので、環境でもない、はい、まあ、誰かに起業家の方がいたらっていうのはあるかもしれなかったなと思うんですよね。サッカー選手ね、今度山影さんまたいろんな選手ご紹介しますけど、こんなアウトプット力のあるサッカー選手日本にいないですからね。いや、いないです。僕と山影さんが利き手に回れるサッカー選手多分彼ぐらいです。ですよね。はい。ありがとうございます。
こんなにアウトプットできるんで。そう、我々が勉強になることばっかりがこのオープニングでバーってきちゃって、どうしようかなと思うっていうのを、僕がざわつきましたよ。あ、ありがとうございます。熊本はどうするがいい、このね、ニュースポティファイの MC は彼にね、やってもらおうっていうのも、こんだけのトーク力が彼にはあるんで、大抜擢かなと思ってるんですけど。いやー、彼しかいないっすもんね。はい、ぜひぜひお願いします、彼を。ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。